国の天然記念物に指定されている岐阜県本巣市の薄墨桜の2世となる桜の木が現在建設工事が進む岐阜県の新庁舎前に植樹されました。京都で桜を守り育てる桜森の佐野東右衛門さんがおよそ30年かけて育てたもので、今日も佐野さんが陣頭指揮を取り移植しました。県庁前公園は今年6月に工事が完了する見込みで、園内には他にも岐阜県にゆかりのある桜が植えられています。